改ざんしてなので女の子という生き物なので泣いちゃうんですね。落ち込む暇もないっていうかなんかまあいいかって。皆さんこんにちは、出町アンナです。今回は私を知っていただくための1分間の Q&A に挑戦したいと思います。引っ張ります、頑張りますっていう意味です3、2、1。もし恋人に手料理を振る舞うならバターチキンカレー。100万円あったら何を買う、何を買う、お洋服。今一番楽しみなこと、今一番楽しみなこと、今一番楽しみなこといっぱいあるからな。テレビ、富士講座のここだけの話を教えて。だいたい毎回収録の後誰かしら一人泣いてるので、ハッシュタグ泣き富士子っていうのがあります。最近やらかしちゃったこと、最近やらかしちゃったこと、だいたいやらかしてるんだけどな。最近やらかしちゃったこと、なんだろう。待て、アボカドをぐじょぐじょに腐らしました。10年後の自分はどうなっていると思いますか。街歩いたらみんなに声かけられる。友達にはどんな性格と言われる、アホ。最近のマイブームはワンピースを先から見ること。男の子を見てキュンとなる瞬間、男の子を見てキュンとなる瞬間、シックスパック。今行きたい場所は、沖縄。待って、これ何問答えました。やった、でも答えられました。イエーイ。ここだけの話なんですけど、昔働いてたカフェでそのバターチキンカレーを作ってて、メニューを覚えて作りました。覚えて、改ざんしてオリジナルにして作ってるって感じです。人参の声とかも昔お家で出てたので、それをおばあちゃんにレシピ聞いて作ったりしたり、ナスのしそ巻きとか、味噌をちょっと塗って赤しそで巻いて焼くっていう料理とか、あと貝味噌焼き、ホタテの、本当は違いなんですけど、だし入れて卵で溶くじゃなくてまとめるみたいな料理だったりとか。こう見えて今そのフジテレビの番組出させてもらってるんですけど、結構最近その番組内でなんとっけ選手権みたいな感じで、歌の選手権だったり演技のあれだったり、歌で頑張りたい子は歌で取れなかったら悔しいだろうし、毎回そういうなんか悔しい人は絶対一人いて、女の子という生き物なので泣いちゃうんですね。それでその身内の中ではハッシュタグ泣き富士子っていうのができてて、今日の泣き富士子は誰だみたいな感じがあります。ないんですよね。でもなんかファッションチェックの企画があって、1位だったらTGC を歩けるみたいな番組でも言ったんですけど、私がその芸能界に入りたいと思ったきっかけで TGC を歩くことが夢なので、絶対1位取りたいって思ってて、で最後1位と15位の時そこまで行ったんですよ。そしたらまさかのビリで、それは結構番組中にちょっと泣きそうになったんですけど、基本的に多分落ち込まないです。すぐ忘れるタイプなので落ち込む暇もないっていうかなんかまあいいかってすぐ忘れました。それも今後泣き富士子になることは多分ないと思います、私の脳の作り上。はい、以上出町アンナでした。バイバーイ。System shut down.